どうも皆さんこんにちは、キングです。今日も負けたらあかん続きやっていきたいと思うんですけども、ついに今日勝ち越したら3100超えてございます。ありがとうございます。マジで一生も負けてません。負け策のルール簡単に説明します。一つ目、負けたらすぐに削除です。そして二つ目、裏で負けてんじゃないんですかあなたって方は、いわゆる API で全部過去の戦績見ることができます。ただおすすめはしません。なぜならばネタバレになってしまうからです。そして三つ目、課金についてはセールのみ課金可能となっております。はい、3100きたね。次買ったら3100。マジで怖いわ、本当に。本当に怖い。で、言ったらですね、まあ、怖いと言いつつ、実は僕、鬼の格上です。もう、キョスケネクロ。初めてこの動画で休憩を知った方、申し訳ございません。普段はこんな感じ、あながち間違ってもない。なんですけども、ちょっと下手なりにね、頑張ってるんですけど、今日は、トラゲ会ということで、3200目指して頑張っていこう。思います。ちょっとね、まだ Wi-Fi がないからテザリングでやってんのが怖いんだよね、マジで。ただ回線も実力のうちなんで頑張ります。テザリングで切れたことは一度もないんで頑張ります。いきます。怖っ。バン。まあ、怖いと言いつつね、言うて結構格上慣れてるから、なんかそのなんだろう、普段のマルチとは別の緊張感あるんだよね。よろしく。これマジだから、これマジで別の緊張感ある。なんて言うんだろうな、負けたらダメやん。だから攻めすぎられないというか、なんかびっくりした、びっくりした。ウィザードがレベル4に見えたよ、今。そう。なんか、謎の緊張感が本当にあんのよ。そう。ただ、なるほど。ちょ、レベル10だからね、これ。レベル10だから、俺。うわー、なるほどね。ほら。OK。ちょっとこれはまあいいんじゃね？なんかやばくね？なんかやばくね？ちょっと待って、緊張する。なんか、おぉ、違う。マジか、なんかやばくね。いや、俺勝ちます。まあまあ、いけるし、俺の気をつけレベル10やぞ。これで負けたら、ちょっと俺、休憩さん大丈夫ってなっちゃう。なにそういう感じ。そういう感じ、なにそういう感じ出してくるよね、なんか。うわ、ファイブ一発。俺、これの格上。なんか俺、格上じゃなかったら負けてる気がするんだけど、ほんとに。大丈夫？究極さん大丈夫？ちょっとなんか。ちょっとここへ来て、デッキ調整の回、マジで、可能性あるな、ほんとに。どうしようかな。まあ、なるほど。なるほど。ちょっとなんか大丈夫か？レベル9。マジアツ出してくんのかな？うわ！マジ？とはいえか。うわ、マジか。ちょっと待って、まずいな。あ、オッケーオッケー。うわ、マジか。ちょっと待って、やばくね？注意します。呪文は？オッケー。ああ、呪文刺さったら危ねえ、怖っ。オッケー。うわー、オッケー。うわ、呪文刺さってよかった。じゃあ注意します。ちょっと普通に甘くね。なんかたまに負けそうになるのは何、マジで。OK。 たまに負けそうになるのは何。ちょっと俺やばい、俺の PS の低さがバレてる。俺はやばい。うわ、大丈夫か。キヨキヨグッドゲーム大丈夫。だってあの相手の方さ、別にユニットレベル7と勝ちなのに、もうキヨキヨ PS なんだかバレちまう、本当に。ちょっと待って、デッキ大丈夫かな。デッキちょっと見直しつつある。でもこれが結構最高な気がしてるんだよね。キョスケも強いし、そう、これがいい気がしてんの。メガナイトとかが2枚目来たらちょっと話は別なんだけど、それでいきたいと思います。怖っ。一瞬一瞬がちょっと怖くなってくるね。まあさすがに言うても格上でやりたい。くそ。よし、よろしく。よろしく。いきます。ちょっとなんかあれか、バレルとディガーがちょっと腐るシーン多いね。ちょっとデッキ研究しよう、マジで。でもさ、デッキ研究して試せないんだよね。試せないのが負け策。それやばいよね、普通に。まあ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 、一回、まあまあいいでしょう。これぐらいいいでしょう。あ、これ、レベル5、レベル5、レベル
ギョギョどうなってんの、どうなってんの。よし、ちょっと俺めっちゃかっこいいやろマジで。あ、枯渇的な感じかな。やべ、なんか落ち着かないわ。なんかやべ、なんか3000超えて、なんかなんだろう、名前に負けてる。3000っていう名前に負けてる気がする。なんか俺自分の形作れてなくね。オッケーオッケー、いいねいいね。おお、ファンキーモンキー、それはファンキーモンキーだよ。それはさすがにファンキーモンキー。俺ちょっとネクロから展開してよろしく。このまあ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 、これちょっとこのプリンちゃんのターゲット、俺のでもさレベル10やん。このプリンちゃんのターゲット最強キョスケに、なんで5なの、なんで5なの。すごいね俺、なんか俺もお兄ちゃんになったよ。お兄ちゃんじゃないけど、ちょっとあえて外すっていう、なんか謎の格好つけしていいですか。謎の格好つけして、よし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 、これ今回いけるね。あ、いけるいける、よかったよかった。3200いきたい、3200いきたい。前回のね記録を抜かしたいですよね。ちょっとここさあえて、あーあーダメ、全然ダメだ、全然ダメだ、全然ダメだ。これやな、やなの、これいける。あーまあいけんの、これきつくね。いやめっちゃいい、めっちゃいい、めっちゃスケルトン育ってるやん、めっちゃスケルトン、鬼スケルトン、あれ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 、スケルトン170、あ、いけるいける、おおおお、ファイヤーボー、ピンキーファイヤー、いいね。負け作来てるね、負け作だよ。いや、やられるときは突然にっていうね。あ、ちょっと危ねえ、てかこれレベルアップするの忘れてた。ちょっとここら辺レベルアップしていきます。うおお、結構ウルトラレアのレベルアップがめちゃくちゃ経験値もらえるね。今8-4400まで来ました。よし、それでは行きたいと思います。行きます、はい、よし、行きます。よし、怖い、マジでこれ10とか9とか来たらマジやべえから、よろしく。うん、だって俺こんなに12000円ぐらい合計で課金させてもらってるんですけど、それでやっとレベル8-4400っすよ。9とか行ったら結構な、にゃーんって、にゃーんって来て、にゃーんって来とく。あ、これはまあでも、俺レベル6、相手のはレベル6だよ。6だよ。相手は5、5単体だし !5 単体だし。5単体だし、これは美味しいぞ。これ美味しい。よろしく!で、仕様的に、ごめんなさい、これね、あ、ちょっとなんだ、これ言うの忘れてたんですけど、仕様でですね、4000は、4000超えると、4000、以下に下がんないらしいんだよね。そう。どういうことかっていうと、4000で6000の人がトロフィー3000に戻すことができないらしいんだよ。そう。それが結構いいんじゃないかなって。あ、これスリクラいけんじゃない？スリクラゲーミング。おー、まだスリクラゲーミングいけんのか、俺のこの今日最強キョスケだと。最強すぎるぞ、このキョスケ。マジで。これ、羽羽さんもびっくりだよ。まあまあ、羽羽さんのキョスケも元からめっちゃ強いですけどね。羽羽さんのキョスケはレベルが一緒でも、あー、勝っちゃった。ありがとうございます。3200、これ3180ぐらいいくね。88の次はエリババちゃんがも、結構もらえる。エリババちゃんいりません。いや、あなたはいりません、あなたはいりません。うーん、さあライトニングゼロ、あ、びっくりした。これウルトラレア来るときは4枚なんですよね。そう、お、ムートまあまあまあ、だからムートはここをバレルとかスキルトン部隊出したいな。はい、ほら、はい、フリーズ、はい、おお、ホーキューキャミじゃん、キャミソウルだよこれ。まあヒースピ、うん、まああんま使わないけどね、こう、はい、オッケー。ちょっと待って、そしたらこれやべ、レベル9になった時、いいね、ありがとうございます。マジでいきます。はい、これ買ったら3200です。含めよ、マジオッケー、怖い、よろしく。もうガチャだこれ、ガチャ。うん、クラロワはガチャゲーだったっていうね。はい、あ、マッチングガチャですこれは。なんかマッチング、なんかやめろ、クラロワはマッチングアプリだとか言うね。よろしく、いきます。4つ上、小学生だったら俺1年生かしたらさ、嫌だよね。でも逆にこれの、この人、逆にこの人レベル6でこのトロタいんの、めっちゃ美味しい。ちょっとベビドラ出して、ベビドラを盾にゴブリンバレルをシンクロ召喚、光さす道となれ、ピーン、ゴブリンバレル。待って、俺、待って、おい、スリクラ狙えんの、スリクラ。いや、ワンチャンいけ、ワンチャン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 、いや、これマジでワンチャンいけると思う。さあ、スケルトン、あ、スケルトン死んじまったけど、
なんでだよ、これなんでこんな、なんでだよ、これ全然感動とか全然ねえじゃねえか。お前ありがとうございます。3200とまつ、ありがとうございます。ちょっとなんかもう、いや、嫌な感じ、嫌なやつみたいになってんじゃん、これもう。ほんとにもう、すごい嫌なやつみたいになってる。ポン。ゴールドいただいて、じゃあ、クラロワパスいただきます。これもうそろそろさ、最後のさ、メガライトニング宝箱ワンチャンいけるわけよ。31でしょ、俺。これ35でこれもらえるから、ここまで行きたいな。よし。ここはまあ、スーパーレア狙いで行きましょうか。ゴブリンバレル。スーパーレアがありませんスーパーレアありませんじゃあファイボ。じゃあファイボで。はい。ファイボはやっぱ強いと、こう、格上ドヤ顔できるんだよ。うん。それ結構大事なんだよね。やっぱなんかその、ファイボで死なない、ファイボでだいぶ削れるとか、ワンチャンその、ファイボでウィザード倒せるとかってめっちゃ熱いわけ。うん。てかあれだわ。ごめんなさい、ウルトラレアチケットマジで使ってねえよ。6枚もあるから、これスパーキーが出るまで取っといてもいいんだけど、それまでに負けたらやばいじゃん。だからワンチャン俺、普通に、ディガーとかはちょっと、本話か特効化させていただきますわ。で、僕はあの、なんで、マルチ行けないか。ドン！なんでその、クラン入んないんですかってたまにツイッターとかでも言われるんですけど、よろしく！クラン入っちゃうとなんか、ワンチャンスナイプとか、ね、基本的にはいいファンの方が多いと僕は思いたいんですけど、スナイプとかされちゃったらなんか冷めちゃうじゃないですか。だから、一応、クランは入っておりません、ね。だから、本枠としか、トレードチケット、トレードできないっていうね、はい。しかも、本枠のトレードチケットも必要っていう、負けたら削除するのに、クッちょっと嫌だよね。まあいいや。いきます。ちょっとワンチャンで負けんの嫌なんで、うわぁ、この手札嫌だな、マジで。スケルトン部隊、ちょっと、あはいごはいごはいご。ファイボーワンチャン。ファイボー僕吹っ飛ぶから。なるほど。なるほどね。やばいね、これは。ただ、俺のネクロは強いぞ！俺のネクロが強すぎる、剣一発。あ、一発！え、違う。バカが。OK。よしよし。バルーン用にビビドラと、ガチョ取っときます、ちゃんと。はい。すいません、本当に。ああ、本体いっちゃまってるやん。一発目から本体いっちまってるやん。ほんとに。もう、ちょっとスケルトン囲んで、ちゃんと。なるほど。ああ、凌介が辛すぎるかい！ベビードラゴンはちょっと取っときます。凌介の殴りが強い！半分削る！ダクブリの半分持ってくよ。いや、ただからマジで9月までいけるのか。さあ爆弾ドボン、さあ爆弾ドボン、爆弾ウルトラハッピー。オッケー、これバルーン来るかな、来ないで、ディガーでちょっとターゲットだけ行きましょう。うわー、なんかつけてきそう。ちょっとスイクラも狙っちゃいます、キョウキョウ選手。はい、ちょっと手前に出したい。ネクロマーサーレベル10が強すぎる。ファイボでワンチャン普通に防衛できるね。なんかね。これで、俺のタワーレベルあるから。これどう？ドン！ああ強すぎるけん！強すぎるけん！ちょっとこの人、ちょっとなんか俺悪者みたいにならないで、悪者みたいになる！あ、なんで？ありがとうございます。ありがとうございます。予想以上に、今日トロ上げめちゃくちゃできたね。これ4000いけんの？これワンチャン。ワンチャン4000いけんの？スパーキー解禁できる !3300! 楽しみということで、今日もご視聴ありがとうございました。この負けたら監督特徴、毎日投稿中でございます。忘れてた、これ。もしね、応援してくださる方いたら、クリエイターボスとキヨキヨ、お待ちしております。そして、チャンネル登録もお待ちします。負けたら監督特徴、毎日更新中でございますので、頑張ります。そしておすすめ動画ございます。負け作の再生リスト、パート1から最新回の動画ね、全部入ってる再生リストありますんで、この見たい動画ある方ぜひチェックしてみてください。ということで、ご視聴ありがとうございました。